パパ、ネイルできた？わー、かわいい。ママ、ありがとう。Love you, ma'am。でも、なんかママは、こういうピンクの色とかをアンナに、すごい勧めてくるけど、アンナもっと大人っぽい色がいい。ママみたいになりたい。ママみたいに大人っぽい色が良かった。大人っぽいネイルで、ママみたいに、大人っぽいおしゃれな服着たい。そうだね。今度じゃあさ、お買い物で、ママみたいな服買わせて。いいの？ありがとう、ママ。大好き。え？パパ来れないの？なんで？あんなさ、だってすごい楽しみにしてたんだよ。ママだってさ、あ、ひろか。明日の夜会食入っちゃったから、ご飯大丈夫。うん。ごめんね。どうした？パパ、なんでさ、お買い物来れないの？ちょっとお仕事入っちゃったの。ごめんね。だって、ママもさ、おしゃれしてさ、で、アンナもおしゃれしてさ、それで行こうっていう話だったのにさ、予定狂っちゃった。別の日に改めてお買い物行くから。だってさ、パパいつもそう言って来れないじゃん。大丈夫。好きなもの一つ買ってあげる。それはそうだけど、アンナはパパと一緒に遊びたいの。え、昔はさ、パパと一緒にデートしてたのにさ、パパいつも仕事になっちゃったじゃん。え、カナダにいた頃はさ、もっとさ、いっぱいのところ遊びに行ってくれたじゃん。ちょっとね、最近忙しくてさ。でも、アンナのこと大好きだよ。じゃあ、新しいスクールバッグ買って。スクールバッグ？スクールバッグ買って。かわいい、かわいいスクールバッグ買って。かわいいのじゃない、大人っぽいのがいい。アンナ今のやつ子供っぽくて嫌い。え、ごめん、ママ。嘘だよ、すごい気に入って。おばあちゃんのことは大好き。でも、アンナだってさ、もうそんなに子供ではないから。じゃあ、大人っぽいスクールバッグ買おう。うん、ママが持ってるバッグみたいなのがいい。ああ、シャネル。シャネル、ディオー、and デザイナーズ。よく知ってるね。だって、そうじゃないとパパみたいにかっこいい人と結婚できないもん。あのパパみたいな人と結婚したい。かわいいね、アンナは。アンナだったら、パパよりかっこいい男の子と結婚できるよ。パパよりかっこいい。ジョージ？ジョージ。そういえばね、カナダのお友達とこの前ズームをしたの。うん。そしたらね、ジョージがね、東京に来るっていう話で、だから今度、遊園地？うん。遊園地に二人で行こうという話になって、二人はちょっと危ないんじゃないの？まあ、ママがパパがいいんだったらいいって言ってた。じゃあパパとママと一緒に行く？なんで？だってパパとママでデートするときに斉藤さんとか田中さんとか来ないでしょ？二人で行ってるでしょ？じゃあ、ジョージ、うちに連れてきたら？ねえ？でもジョージにはこの家狭いんじゃない？ん？だってジョージん家はもっとすごく広くて、すごく高くて、すごく人がいっぱいいて、で、アンナの家見たらびっくりすると思う。うちもジョージの家に負けてないんじゃない？でも、ヘニーには合わせたい。ヘニーヘニーヘニーわーわー、アンナ、暴れない。ほら、ハニーも暴れない。こんな大きいワンコ見たらジョージもびっくりするよね。ハニー。ハニーをじゃあ見せてあげな、ジョージに。いつか、パパとママみたいな感じで結婚生活を送りたいと思ってるの。ジョージと？パパみたいにかっこいい人と、ママみたいに綺麗になってから結婚する。楽しみだ。パパ大好き。アンナちゃん、アンナちゃんおいで。
その胸につけているネックレスは誰の？そう、ママのだよね。綺麗、ありがとう、ママもそれとってもお気に入りなの。でも、今のアンナちゃんにはまだ早い。うん、アンナちゃんは可愛いわ。この世で最も美しい女の子よ。でも、今のアンナちゃんはフレッシュなフルーツ。わかる？今は、そのままのアンナちゃんが一番美味しくて素敵なの。ママはそうね。Next stage に移行したから、いろんなブランデーであったり、いろんな調味料であったり、そういうものをまとって、さらに美味しくなる。そのステージに移行したの。だから、そのネックレスは元にあった場所に返してきて。ありがとう。わかった、わかった。わかった。じゃあ、アンナちゃんのために、今のアンナちゃんに似合うネックレス、今度買ってあげる。はい、はい。仰せのままに、アンナ姫。あ、そう。ヘニーがそんな芸できるようになったの？とっても利口なワンちゃん。ヘニーと遊んでおいで。あら、達夫さんは土曜の朝からお仕事かな？ごめんごめん。ちょっと読んでおかなきゃいけない資料があってさ。それって私と話すより重要なこと？おやおや、うちの女王様がお怒りだ。ごめんごめん。ひろか、ん？次の夏休みはどこ行く？そうな、どこに行ったって3人だったら楽しいんだけど。あ、もちろんヘニーもね。パリス、ハワイ、カナダ、イタリー。まあ、アンナはカナダ行きたがってるか。アンナもカナダ好きだもんね。カナダに行かなきゃいけないってなって、私とっても緊張したんだけど、アンナは堂々としてたよね。あの子、環境にすぐ柔軟に対応できるっていうか、とっても素敵な子。ひろかに似たんだな。私に似ちゃ困るよ。うん、だって私に似ちゃったら飛行機で働いている時にナンパされてそのまま結婚しちゃうでしょ。弱ったな。ん？ああ、そのクッキーいいよ、食べて。会社でもらったやつ。うん、どうした？女の人にもらったの？まあ、女の子ではあるかもしれないけど。ふーん、そ、もしかして焼き餅焼いてくれてんの？私にそんな口を叩くなんて100万年早くってよ。またまた女王様がお怒りだ。どうしたらご機嫌になってくれますか？女王様は3人でのピクニックを望んでいます。お安いご用で。もちろんヘニーも楽しめる場所ね。そしたら芦ノ湖の方まで行ってみようか。あ、いいね。でもあなた仕事いいの？まあ、なんとかする。アンナは本当に可愛くて素敵な子。学校でもね、モテモテで、今年に入って5人に告白されたんだって。そりゃそうだろ。ひろかにそっくりだしね。達夫さんにもそっくり。特別な子。スペシャル。プレシャス。I love you. I love you.I love you. I love you. もちろんハニーも I love you. ヘニー、ヘニー、アンナ。おばあちゃん面白い。あ、そう。ねえ、おばあちゃん、あんた喉渇いた。なんか飲むものないの？ Something to drink。冷蔵庫にシソジュースがあるわよ。おばあちゃんのシソジュース大好き。ねえ、おばあちゃん、あんた面倒くさいから持ってきて。自分のことは自分でなさい。私はアンナのメイドさんじゃなくてよ。はーい。でもね、アンナお家ではね、パパとかママのもやるしね、ヘニーのご飯もよそったことあるよ。あ、そう。それにね、自分のこともね、自分でしてるんだよ。うん。いただきます。
おいしい。おいしい。うん。おばあちゃんごちそうさま。はい、よくできました。とってもおいしかった。ありがとう。はい、ありがとう。ねえ、パパとママのデートさ、アナもついてきたかった。結婚記念日ぐらい二人にさせてあげなさい。だってパパとアナもデートした、ママも好きだしさ、三人でお出かけしたい。じゃあパパとママが帰ってくるまでおばあちゃんとお話しよう。はーい。ん？あ、そういえばクランベリーのタルト焼いたから後で一緒に食べましょう。食べたい。ありがとう。そうだ、アナもね、おばあちゃんのために作ってきたんだよ、お菓子。あーな、美味しそうな油揚げ。おばあちゃん、それ油揚げじゃなくてクッキーだよ。冗談よ。ありがとう。じゃあ後でお紅茶と一緒に食べましょう。うん、うん、はい。はい、ありがとう。アンナは学校楽しい？うん、楽しい。なんか日本のカルチャー、うん、カルチャーに合わせてアンナかっこいいお姉さんになりたい願望っていうのがあったんだけど、今なんか可愛い日本の女の子に憧れてるのは本当に日本のお友達のおかげで、日本の女の子ってすっごい可愛くて、アンナもそうなりたいって思って今ね、こういう感じになったの。あ、でもね、男の子はこうじゃないからあんまり好きじゃない。あのね、キャナダにいる時はジョージっていうすっごいクールな男の子がいて、で、その男の子がね、この前アンナのお家に遊びに来たの。日本に遊びに来たんだよ。うん、ジョージ、すっごい楽しかったんだけどね、それから連絡が来なくなっちゃったの。ね、アンナのこと嫌いになっちゃったのかな。アンナ、恋愛はカップラーメンと一緒、待つべき時間は決まってる。その時間を超えたら美味しくなくなっちゃうでしょ。うん、目の前で麺が伸びていくのを見てる暇があったら、美味しいステーキハウスにでも出かけた方がよっぽど有意義じゃない。あんなカップラーメン食べたことない。あ、そう。うん、じゃあいくつかカップラーメンあったと思うから後で一緒に食べる。ほんと、うん、食べたい。シーフードとか結構美味しいのよ。シーフード食べたい。カップラーメン、カップラーメン、カップラーメン。でもアンナが恋愛してるとは思わなかった。恋愛とかじゃない、レレーションシップをちょっと気づきたいなって思っただけだよ。アンナ、ちょっと手出して。はい。はい。指輪？うん。これは、アンナが大人になった証。これでも、おばあちゃんの大事なものじゃないの？そうね、これは、タツオ。カエが二十歳になった頃だったかな。おばあちゃんが二十歳？じゃあこれ、とっても古いものなんじゃないの？うん。自分へのご褒美で買ったの。これくれるの？うん、今のアンナにはそれが似合うからあげる。ありがとう、おばあちゃん大好き、うん、I love you。 I love you。 おばあちゃんみたいなかっこいいおばあちゃんになりたい。かわいい。あ、おじいちゃん帰ってきたみたい。じゃあタルトと油揚げ一緒に食べようか。クッキーだよ。うん、授業もしっかり受けてると疲れるよね。アンナは math、 あ、算数が苦手。うん、他の遊ぼう。マリオって何？遊び？お前マリオ知らないの？あ、ジュン君どうしたの？マリオ知らないの？マリオっていうのはみんなの友達？やばくね、お前マジでか。お前マリオゲームだよ。ゲーム知らないの？あ、ゲームなんだ。アンナのうちにはゲームをやる機会がなかったかわからなかったの。マジで？お前ちゲームないの？うん。うち全部あるよ、ゲーム。うん。全部あるよ、うち。そうなんだ。ジュン君のうちはすごいね。今度ジュン君のうちにも遊びに行かせて。は？うち？ジュン君は何でも知っているし、ゲームもたくさん持っていてすごいね。じゃあね。それでさ、どうする？じゃあ待ってよ、お前さ。今日なんか黒すぎない？あ、ありがとう、気づいてくれて。女の子の服にいろいろコメントしてくれる男は手放しちゃダメってママが言ってた。何お前わけわかんねえこと言ってんだよ。今日はうちのママのブラックドレスを着てたから、エアのブラックがいいって言ってこれを着ているの。
ありがとう、気づいてくれて。別に褒めてね、変だよ。だってさ、魔女みたいじゃん。魔女？あ、そうだ。うちのおばあちゃんのお話知ってる？え？うちのおばあちゃんはね、魔女なんだよ。何言ってんの、お前。おばあちゃん魔女なわけねえだろ。あのね、本当に魔女みたいなの。マリアちゃんは会ったことあるよね。本当に魔女なんだよねー。何言ってんの、お前。え、ていうかさ、魔女っていうかあれだわ。あれみたい。あの、冷蔵庫の中のさ、木炭みたい。あの、匂い取るやつみたい。木炭？そういうのがあるの？そうなんだ。あの、木炭は知らなかった。いろいろ教えてくれてありがとう。え、木炭も知らないの？お前何も知らないじゃん。あのね、あと、もう一つありがとう。あんな、日本に来てから、あだ名をあんまりもらってなくて、マムは、アンナのことを大切な宝物ちゃんって言うし、パパも世界一のプリンセスって呼んでくれるけど、お友達にあんまりあだ名で呼ばれたことがなかったから、あだ名をつけてくれてありがとう。別にいいことしてねえから別に。あ、お返しに、ジュン君にもあだ名をつけてあげるね。あ、いいよ。ね、ミスターショートパンツ。は？なんだよそれ、短いパンツさんってなんだよ。だっていつも素敵なパンツ履いてるから。あ、別にな、変じゃねえだろこれ。膝小僧が出ているけど寒くないの？寒くねえ、寒かったことねえよ、一回もねえ。すごい、ミスターショートパンツはゲームもいっぱい持っているし何でもしてるし寒くないんだ。やめ、それ、いや、その呼び方やめろよ。すごいね、本当に気づいてくれてありがとう。気づいてくれたの、ミスターショートパンツだけだよ。やめろって、それ。ありがとうね。じゃあね。またね。いつ来んだ？どうする？いつ来んだよ、うち。駅前の。はぁ、アンナと買い物行くと嫌。え？なんで？だってまだ銀座来て1時間しか経ってないのに。アンナが何でもおばあちゃんに似合うって言うから。ん？こんないっぱい買い物しちゃったじゃん。だって本当におばあちゃん全部似合うんだもん。ありがとう。店員さんもさ、かっこいいかっこいいってずっと言ってたじゃん。そう？でもね、次はアンナのお買い物だよ。わかりました、次はアンナちゃんの番。うん、じゃあいただきます。アンナ、指は入れない。ん？いい？ティーカップの正しい持ち方は人差し指、中指、親指でつまむ。いい？薬指と小指は添えるだけ。いただきます。うん、正しい。アナちゃん、プリンセスになりたいんでしょ？うん、プリンセスになりたい。じゃあ脇はちゃんと締める。こうやって飲んだら海賊みたいになっちゃうよ。やだ。うん、正しい。おばあちゃんはさ、プリンセスなの？おばあちゃんいつもこうやって飲んでるよね。そういえばおばあちゃんは生まれた時から今までずっとプリンセス。おばあちゃんはどっちかっていうと悪い魔女みたいだよ。そう、本当は悪い魔女。 Oh my god! 本当に？おばあちゃんって本当魔法使えそうだからさ、なんかジョークなんかわかんない。どっちだと思う？ちょっとお腹すいたわね。ケーキでも頼む。でもおばあちゃん、お昼にお寿司予約してるんでしょ？でも食べたいものを食べたい時に食べるのが美しさの秘訣じゃない？本当におばあちゃんっていっぱい食べるよね。うちのマームが言ってたよ。おばあちゃん本当にメンセク使ってるんじゃないかなって。どういうこと？だっておばあちゃんいっぱい食べるのにすっごい綺麗なボディラインにしてるから。じゃあアンナにだけは教えてあげる。え？おばあちゃんは自分を磨き続けてるの。磨いてるの？うん、ダイヤモンドだって磨かなきゃ石ころと一緒でしょ。うん、だからおばあちゃんも毎日自分を磨き続けてるの。磨くってことは、あの、寒風摩擦みたいなこと？No. 食べたら動く。おばあちゃんは毎日ウォーキングしてるの。歩いてるの？そう、皇居の周りをウォーキング。へー、あんたもこれやりたい。じゃあ今度一緒にやる？これさ、マムに言ったらさ、びっくりすると思う。おばあちゃんは毎日歩いてるって分かってないよ、マム。アンナ？ん？ママには内緒ね。え？なんで？どうして空が青いのか、どうして星が輝くのか、確かに理由はあるかもしれない。
でもその理由を知ったら一気につまらなくなると思わない？そうかもしれない。そう、知らない方が美しいことっていうのはこの世の中にたくさんあるの。確かに、おばあちゃんはお星様みたいにすごくキラキラしてるよね。女の子も一緒、少しくらい秘密を抱えてる方が美しくなるのよ。すっごい勉強になる。でもね、エンドもね、秘密あるよ。ん？じゃあ、おばあちゃんにだけ教えるね。何？実は、スパニッシュのクラスでスピーチのテストがあったんだけど、68点だったの。マムにもまだ言ってないから内緒だよ。じゃあこれは、おばあちゃんとアンナだけの秘密。うん、アンナ、美しいかな。美しい。おばあちゃんと一緒に美しくなりましょう。うん。じゃあ、ケーキ頼みましょうか。アンナはね、モンブラン。ねえ、マーム、早くアップルパイ仕上げて。絶対エミリーお腹空いてるからね。まあ、少し。ねえ、エミリー、ずっと日本に暮らすの？わかんない。エミリーは親の都合であちこち連れてかれるだけ。まあ、日本にはもう少しいると思うけど。え、ほんと？嬉しい。だって、キャナダにいた頃はお隣同士だったから、すっごく一緒に遊べてたけど、もうずーっとこうやってお話ししてなかったから、もうエンナ、エミリー大好きだから嬉しい。あん時はあんなにベイビーガールだったエンナが、今じゃこんなにマドモアセル。ねえ、3歳しか変わらないでしょ？そっか。でも確かに、エミリーすっごい美人になった。そう？うん。日本では中学校2年生？ 2 年生。エミリーちゃんと中学行ってるの？行ってるよ。まあ、行ってないじゃん、それ。だって日本の学校退屈なんだもん。みんなアリみたいにゾロゾロ行列作ってさ。それになんか、エミリーのことエイリアンでも見るみたいに見てくるし。確かに、こんな派手な髪型の人いないし、それに、こんな感じで日本の制服着てるんでしょ？似合わない。何がおかしいんだよ。あー、やっぱりエミリーすっごい美人。ねえねえ、日本の男の子からもさ、モテるでしょ？全然。だってこの前なんて、目合った男の子が急に、ごめんなさいとか言ってきたし。エミリーはちょっと怖い顔してたんだよ。そんなことない。じゃあ、エンナの方はどうなの？男の子の話？全然ダメだよ。なんか、ほんと日本の男の子って、クールな子がいなくて、キャナダにいた頃は、ジョージとか、すっごくクールな男の子いたけど、もう全然そういう目で見られないっていう感じかな？わかる。日本の男の子ってほんと、ベイビー。ねえねえ、エミー、これ何聞いてるの？これ？うん。ちょっと待ってて。え？何この曲、知らない。でもすっごく音の粒がキラキラしてて、まるで宝石みたい。すっごくキラキラ。心が輝くみたい。これ、誰の曲？これは、エミリーが作ったの。エミリーが作ったの？すっごい、エミリー天才、すごいね。え、これ本当に作ったの？そう。まあ、今は簡単な曲しか作れないけど、いつか世界中の人が喜ぶ音楽作りたい。そんなことないよ。もうすでにプロ並みだったよ。そう？もしかしてエミリー、学校行かないでこればっかり作ってたんでしょう。言ってるよ。言ってない。わ、やだ、これ焦げちゃったんじゃないの？ルナ大丈夫？私後でやるからちょっと休んでて。はーい。ルナおばちゃんすごい面白いね。ねえ。なんかでもさ、家族がたくさん集まっててさ、すっごい楽しいね。うん、毎年恒例だからね。なんかみんなすごい楽しそうね。うん、まあいい。うん、
お歌の発表緊張してる？うん。だってみんなの前で歌うのなんてさ、うん、発表会以来だから。でもいっぱい練習したもんね。でも前巻き舌ができないからさ。え？ソルテいい？ソルテ。あー、そっか。なんかお母さんさ、巻き舌すごい上手い、うん、お母さんも昔少しやってたからね。そうなの、うん、お母さんはさ、お楽しみ会何披露するの？ん？ピアノ。何弾くの？秘密。教えてよ。前にだけ教えてよ。秘密。でもさ、なんか前ばっかりさ、緊張するやつなんじゃないの？そんなことないよ。ヒロだって緊張してるよ。ヒロはさ、だってお抹茶立てるだけでしょ。だってみんなの前でお抹茶立てるの緊張するよ。お茶なんてさ、こうやって言ったらさ、別に緊張しててもできるじゃん。そんなことないの。でもさ、前がうまくできないってお母さんも恥ずかしいと思う。だってみんな上手じゃん。ひろかさんの日本舞踊もすごい綺麗だしさ、アンナちゃんもダンス上手だしさ、お母さんだってピアノ上手じゃん。大丈夫。前もすっごい上手だし、それに一生懸命やることに意味があるの。ありがとうお母さ ん。でも、あのおじいちゃんとお父さんと達夫おじいちゃんのパントマイムあれすごい楽しみね。一昨年のマジックもすごかったしね。うん、お父さんがさ、もう寝ないで練習してたら面白くてさ、はい、すっごい。はい、ちょっと待ってて。何してるの？え、聞いてた？ダメだよ、聞いちゃ。あの、歌の練習、お楽しみ会のやつだから。聞いてない。よかった。でも上手だった。聞いてるじゃん、おばあちゃん。上手だったわ。あ、おばあちゃんサンタ帽選んだんだ。うん、かわいい。うん、おばあちゃんいつもちょっと見た目は怖い感じだけどかわいい。ほんと？うん。前も魔法使いさんみたいでかわいい。え、かわいい。ありがとう。さらにかわいくなるおまじない。え？メリークリスマス。おばあちゃん、まだプレゼント交換の時間じゃん。これは、女の子だけの秘密のプレゼント。あ、これお化粧のやつじゃないの？そう、ルージュ。あ、でも、前の学校でお化粧してる人一人もいないよ。うん。使うか使わないかは重要じゃないの。ルージュを持っているという事実が女の子を美しくする。そうなの？うん。アナちゃんも同じ？そう、お揃いよ。嬉しい。アナちゃんとお揃いのやつ嬉しい。ありがとうおばあちゃん、うん、おばあちゃんのプレゼントっていつもおしゃれだったり可愛かったり綺麗だったりして、すごい楽しみなんだけど、今日は秘密のプレゼントもあるってすごすぎるよ。男たちには秘密。じゃあ、アンナにもプレゼントしてくるね。おばあちゃんサンタ、ご苦労様です。はい、メリークリスマス。メリークリスマス。お歌楽しみにしてるわよ。ごめんね、まえちゃん。うん、飾り付けお手伝いしてた。そうなんだ。うん。あれ、なんかもらったの？なんか女の子の秘密だって言われた。何もらったの？秘密。でもお母さんももらっちゃった。なんでお母さんももらったの？何でもらったの？秘密。なんで教えてくれないの？女の子の秘密だもん。女の子なの？お母さん女の子でしょ。